はい、長崎議員。それでは、松田幹事長の関連質問ということで、質問をさせていただきます。市民クラブの長崎です。久方ぶりのこの質問席ですもんで、実は2年前の代表関連代表質問の関連で、牛舎問題以来でございますけれども、その時、まあ、山中市長でしたけれども、牛舎関連で質問をいたしました。その時に風力、以南の風力発電、前回のお話でございます。平成22年に、環境保全審議会から答申が出たという、答弁、その風力発電の話が牛舎の環境保全審議会の関係で出てきた答弁の中に、まあ、環境アセスは整っているけれども、地元の住民の意向で、まあ、おじゃになったというか、できなかったという答弁がございました。まあ、そういう市の市長の意向、市の意向を分かっていながら、今回、白井さんの風力発電が出てった背景は何なのかなと。例えば住民、またはその周辺で、風力発電よしと、作ってくれという、まあ雰囲気があるのか、それとも、まあ、あの土地はご存知の通り、昨年海中議員も質問されて、まあ、皆さんもご存知だと思いますけども、市の土地が9割近くあると、そういう状況の中で、前回おじゃになったにもかかわらず、なぜそういう再度こういう話が持ち上がっていったのか、その背景は何なのか。市が、まあ、おいそれと簡単には GO という出さない状況を分かっていながら、なぜ出たんかなという、まずこの前の海中議員の質問で、思ったところです。まあ、それで今回、まあ、こういう、環境保全審議会に、図られておる2つの事業について、まあ、特に、まあ、林地開発について大きな開発ですんで、2つを取って質問するということに至ったんですけども、まず市長、この背景についてなぜ再度出たのかなということ、市長どうお考えですか。まず、はい、竹上市長。まあ、正直申し上げまして、私もなんで出てきたかは存じ上げておりません。ただ、背景が変わった要因は一つ挙げるとすれば、風力発電のこの事業自体が環境アセス法の対象事業になったっていうのは、まあ、前と今の大きな違いなんだというふうに思います。ですので、今回の事業者は新しいこの環境影響強化法ですねに基づく配慮書っていう、まあ、ものから今、私どもも意見書を出させていただきましたけれども、そういう、なんていうんですかね、まあ、法律に基づく手続きに基づいた、まあ、環境影響評価の、まあ、やり方にを始めているというふうなところでして、実際にですね、地域でもってその何かが変わったというふうなことも存じ上げておりませんし、
背景として、新たなものが加わったわけでもないというふうに思ってます。はい、じゃあ、はい、長崎議員ありがとうございます。まあ、そういう今回、前回の海事議員の質問の中で配慮書ということを初めて聞いたんですけども、そういう形が変わったということで、まあ、市長の答弁ありますけれども、まあ、それにしたところで、いかにも私的には、私個人的には、ある中で、ああいう状況でおじゃになった中で、なぜかなという、まあ、それがもう頭に、まず一番、あったこと、簡単に、前の状況が変わったとも思いませんし、また あそこへなければならんという、なっとしてもその他にも立地条件の合うところがあると思うんで、どうも下船ところがございますけども、まあ、そう言われてみると、まあ、そうかも分かりませんけども、何かあるのかなという、そういう市長の答弁を聞きましたけども、まだなんとかいかんですけども、まあ、それはそれとして、まず、私が最初に、この風力について思った、ことを述べさせていただきましたけども、まあ、2月の8日の環境保全審議会の答申が出ておりました。出ました。それに基づいて、市長が、それに、配慮書に対する、意見を出されたということで、まあ、新聞報道にもありましたけれども、その影響配慮書の配慮書に対する環境保全審議会の、答申を見てみますと、まあ、最初のところを少し読ませていただきますけれども、大規模かつ長期にわたる開発の過程及び運用にあたり、健康生活環境、景観及び災害等への影響について懸念を抱くことについては、言を待たない。そうした地域住民の懸念に真摯に向き合い、それらへの影響に対して最大限の努力を極力回避または最小限にとどめるよう配慮し、事業者としての説明責任を果たすとともに、地域住民の理解を前提として、事業を進めること。まあ、こう答申の初めに、言われておるんです。まあ、特に、地域住民の理解、これは前市長の、まあ、環境保全審議会の答申に対する、いつも住民の理解がまず第一やということを言われてますんで、一番大事なところだと思うんですけども、環境アセスと今回の配慮書については、プロが作ってくる書類でございます。やろうとして、その事業を何としてもやろうという、目的のもとに作られた書類です。それとプロがそれこそいろいろなデータを集めながら作った書類ですんで、法的にはまずこの配慮書にしても、これから出てくる環境アセス、影響調査にしても、まず問題のない結果書類が出てくると思います。まあ、後で質問します牛舎問題もそうなんですけども、そういうプロが作った、まあ、完璧とは言いませんけども、完璧に近い書類が出てくるというのが予想されます。そこを、まあ、住民とか、がこれはどうやこれはどうやというのはなかなか難しい。ただその住民の感情、それに対する、拒絶感というか、例えば目に見えない電磁波とか、これまでに、あの地域では
急峻な斜面ですから、災害も出ております。そういうことの心配がまず頭にあると思うんですわ。ですから住民の方が反対、もしくはもっと なんとかこの部分に関してというのであれば、まず、できない事業、ましてや私有地でありますから、市が返事をせんことにはできやん問題。これは牛舎とはまた違います。牛舎はもう事業者が購入をしている土地なんです。これはまあ違ったところなんですけども、そういう中においてなぜっていうのがまた引っかかるんですけども、それでこの市長がこの配慮書の答申を受けられて、これは県営ですか、意見書というのは事業者へ出された、事業者へ、その中身というか簡単に、意見書の中身、言われる、これは聞かせてもらうことはできるんですか。はい、川口環境生活部長。はい、2月の9日に出させていただきましたこの意見書につきましてでございますけれども、先ほど議員さんの方からもご紹介がございました、あの総論の部分を述べていただいたところでございますけれども、まあ総論といたしましては5項目にわたっての記述、そして各論におきましては6項目にわたって記述をさせていただいたところでございます。先ほどの総論のこと以外でのことを申し上げますと、まあ、事業実施想定区域の設定並びに、まあ、風力発電設備等の位置、規模または構造配置の検討にあたっては、計画段階配慮書事項に係る環境影響の重大性の程度を整理し、まあ、反映をしてくださいというふうなことであったりとかですね、この事業想定区域につきましては、他の事業者による風力発電事業が、まあ、環境影響評価手続きの中で、双方の事業を個別ではなく連続するものと捉えて、地域住民当該他事業者及び松坂氏との協議調整に協力するよう努めることというふうなことであったりですね、それから事業実施区域の想定区域及びその周辺につきましては、まあ、林業そして畜産業水産業農業各関係者にあっては環境変化による受ける影響が大きいというふうな中で、しっかり情報を提供し理解を得て土地管理者並びに制御者等への支援が支障がないようにしていっていただきたいというふうなことであったりとか、まあ、環境保全の措置の検討にあたっては環境影響の回避とか低減を優先的に検討して、代償処置を優先的に検討するようなことはしてはいけませんというようなことを、まあ、総論として挙げさせていただいています、まあ、各論につきましては騒音低周波音等の影響についてのお話であったりとか、それからこの長期的な事業計画について最終の事業廃止等の撤去工事に至る廃止に至るまでの事業計画も示していただきながら、さらにはこの事業を実施をしていく中でですね、総合的な温室効果ガスの削減効果の評価と、そういうようなものも可能な限り示していただきたいというふうなこと、それからまた生態系に対する影響について、しっかり可能な限り情報を収集して評価をしていただきたいということでございます。特に、まあ、天然記念物の生息がございますので、そこら辺もしっかり見極めた上で検討をしていただきたいというふうなことでございます。それからまた地形及び地質に対する影響ということで、まあこの区域につきましては、まあ急峻な地形であるというようなことで地形でございますので、過去にも、まあ、土砂崩れなどの重大な甚大な被害というふうなものも発生をしておりますので、そのようなことに対しての部分についてもしっかり調査予測を評価を
していただきたい。それから、まあ5番目としては水環境に対する影響であったり、そして最終的には、まあ不可能の段々だにつきましては全国棚田100選にも選定をされているというふうなことで、この景観に対する影響についてもしっかり配慮していただきたいというふうな内容のものを意見書として挙げさせていただいているところでございます。はい、長作議員。はい、市長の意見書を、まあ、聞かさせてもらいましたけども、まあまず住民合意ということが優先をされると思うんですけども、まあ、この件に関して、まあ、私、環境福祉委員会なんですけども、まあ、これまで説明というか、そういう環境保全審議会、配慮書に対、説明がなかったと思うんですけど、まあ、その都度また委員会で、経緯なんかも、説明をしていただきたいなと思うんですけども、まあ、牛舎も同じなんですけども、先ほども言いましたように、プロが作ってくる、うん、それこそ完璧に近い、書類が、出てきます。ただ、住民としては納得ができやん部分もいろいろあると思いますので、まあ、今後、環境アセスなり、に、今年の予算にも出てますけども議論はされると思うんですけども、十分、住民の意向を組んでいただいて、結論というか議論していただきたいなと思います。風車問題についてはこれまでで、次に、牛車問題でございますけども、ショガーカメラを、ちょっと見にくいですけども、実はこれ、竹上市長が、市長選、の前に9月の18日、これは公表は可能ということで、可ということで、なっておりますので、このようなアンケート、アンケートにお答えをいただきました。このアンケート、アンケートというか、出したのは、南虹ヶ丘の牛舎建設反対委員会でございます。牛舎の、建設に関しては地域住民の皆さんの合意が必要だと考えています。よって皆さんの合意なしにはこの問題を進めることはいたしませんと、こう、回答をされておるわけなんですけども、まず、市長、このこれはもう公開可能ということですんで、まあ、市長になられる前の答えですんで、今もそのこのアンケートの回答に変わりはないか、まずそれをお聞きします。はい、竹上市長。はい、まずですね、市長に就任させていただいてから平成27年の10月27日ですね、伊沢、徳和、神戸、串田、小石路の5つの地区自治会連合会の代表者や関係する地域の議員の方々などで構成する、下田小路町牛舎計画対策協議会から、大久保牛舎の建設反対を求める要望書を受け取らさせていただいたところでございまして、でその時にもですね、住民合意なしに進めないスタンスは変えないのでご安心いただきたいと答えさせていただきました。
で、まあ、そのことに関してもすでに、報道機関から皆様方に、周知はされているというふうに理解をしております。まあよりまして、当時の、まあ、自筆でさっき書いてありましたものと、何ら変わってないということでご理解いただきたいと思います。長澤議員。はい、ありがとうございます。先ほど市長が言われたように10月の27日にはまあ、7月に先ほど部長の方から答弁がありました、昨年、5地区の連合自治会長、それと周辺自治会長らで構成をいただきました下田5次長牛舎対策協議会のメンバーで要望をさせていただいたところです。実は環境保全審議会のメンバーあるメンバーの方に昨年、何かの会議でお会いして、ちょっと牛舎のことをお話ししたら、意外な答えというか、その人も意外そうな顔で、もうまだ諦めとらんのですかという、返事が返ってきました。それと、まあ、地区周辺住民に会うごとに、どうなっとんねや、牛舎問題もう諦めたんかとか、明和町に今度話があるで、あそこへもうあの業者が行くでこっちはもうなくなったんやなとかいろいろな市民から聞かれます。まあ、それでそこでまあ現在、相手というか建設事業者である藤本畜産の動きはどうなんかとか、名は、まあ、後にしますけども、まず、環境保全審1回目の環境保全審議会で地元説明会をしなければ2回は開けやんと、特に、その時の資料もまだ足らない部分があって、そういうこともあって、説明会を開かんことには、2回目は開けないということで、まあ、その後もう約3年になりますけども開かれておりません。まあ今現在事業者である藤本畜産がどういう動きっていうか、をしておるのか、またどういうそのこちらの対策協議会の動きも逐一向こうの事業者も分かっておるということで、どういうそのまあ状況なんか、お聞きしたいと思います。よろしくお願いします。はい、川口環境生活部長。先ほど議員の方からもおっしゃっていただきましたですけれども、まあ、平成25年6月18日に第1回の審議会が開催されて、まあ、正確には2年半経ってきているわけでございます。でその中で、まあ、いろんな形で、まあ、変化しつつ経過をしているわけでございますが、昨今の、まあ、藤本畜産の、まあ、動向というふうなことについて、お話をさせていただきたいというふうに思います。まずはじめにこの事業者に対しましては、まあ、これまでの、まあ、新聞報道資料などを、まあ、逐一、まあ、提供いたしまして、地域住民の動きなどを報告をしているところでございます。また最近では昨年11月12日に事業者の代表者に、まあ、市役所の方に来ていただきました。そこで、まあ、改めまして地域代表者で組織する下田小次町牛舎計画牛舎計画対策協議会を設立されたこと、
そして10月の27日には協議会として市長に対し建設反対の要望書の提出があったことを直接まあ報告をさせていただいたところでございます。でまた改めましてまあ事業者に対し現在の事業に関する考え方を尋ねておりますので、まあその内容につきましては大きく4項目に分けてご説明をさせていただきたいというふうに思います。一つ目につきましては土地利用についてでございます。建設予定地については、まあ、市街化調整区域でありまして牛舎以外といっても、まあ、土地利用に制限があって、まあ、できる事業は限られていることもあり他の事業を考えることは現実的に難しい状況であるというふうなことでございました。で2つ目につきましては牛舎経営についてでございます。牛舎経営については基本的に地域住民の理解協力が必要と考えているとのことでございまして現状において強硬的に事業を進めていくようなことは考えていないというふうなことでございます。しかしながら建設反対であるなら何に反対なのか反対内の意見などを出していただかないと、まあ、事業者としても対応のしようがないとのいうふうなことでもございました。3つ目につきましては三重県への臨時開発申請及び松阪市への開発行為の届けについてでございます。まあ、いずれの書類も定められている審査等の期限を過ぎているが、まあ、現在のこうした状況におきまして県や松阪市に対し許可等の要求をするといった考えはないというふうなことでございます。まあ、しかしながら土地の購入に際してそれなりの投資もし相当な期間も経ってきているので資本投資という部分では会社への影響も出始めてきておるというふうな状況でございます。また仮に臨時開発許可が下りたからといって事業を強行するようなことは事業開始後の畜産経営を考えると得策ではないので現在の状況において強行するようなことは考えていないというふうなことでございます。最後に4つ目でございますが今後の動きについてでございます。事業者といたしましては先ほども述べたとおり、まあ、牛舎経営に関しては基本的に地域住民の理解協力が必要であると考えておるということでございます。そこで、事業者としては規模の縮小も視野に入れつつ住民の方々の理解を得て、事業を行っていきたいと考えているというふうに話されております。環境保全審議会におきましてはまずは住民説明会を開催するようにと指示を受けておりますのでできるだけ早い時期に住民説明会を開催していただけるよう土台作りをお願いしたいとそのようなことでございました。まあ、以上がまあ現在市として把握しています事業者側の意向というふうなことでございます。長坂議員、まあ、ありがとうございました。藤本地区さんの、まあ、意向というかそういうものを教えていただきましたけれども、まあ話があってからもう3年近く、まあ、止まった状態でありますけれども、今、明和町で400棟規模の牛舎問題が明和町でも出ております。周辺住民の半数以上の反対署名も出ておると聞いております。まあその明和町の場合は、まあ休業牛舎もともと牛舎があったところへあった牛舎休業をしておったということで、簡単に、まあ設置っていうか牛舎ができるやないかと、まあ、町としてもどうしようもないなという、まあ、気持ち、そういうこと考えもあったように聞いてますけども、その地域の半数以上の反対の署名が出てから、町の態度も変わってきたと、聞いておりますけども、明和町の動向とか明和町のことを把握してみるのかということと、まあ、明和町の
業者は、まあ、違うで私は分かっておるんですけども、市民はそれこそもう松坂は迷惑をできたらできやねえなという声もあります。そういう市民の、まあ皆さんに、はっきりと明和町の業者はまた別やということも、お知らせ意味で明和町の、まあ、ことが部長分かって見えるんであればお答え願いたいなと思います。じゃあ、はい、川口、環境生活部長。まあ、先ほど議員さんもおっしゃった通りでございますけれども、まあ我々も、まあ、新聞報道で、把握している程度の状況でございまして、この明和町に建設計画している事業者と、まあ、本市の 下田区町に建設計画している事業者というのは全く別の事業者でありますですので、全く関係がないというふうに、捉えているところでございます。長崎議員。実は昨年、明和町 町長にお会いする機会がございまして、今ちょっと療養中らしいですけども、まあ、その時に、松坂の牛舎問題、明和町の牛舎問題について、少しだけ、お話ししたことがあるんですけども、まあ、町長もそのお会いした時点では詳しく、まあ、把握して見えやんだというか、まあ、同じ松阪2区の地域内でこういう2つの問題が出てきておるので、町長も松阪の動向も踏まえながら、判断をしていただきたいというようなことをお話したことがあるんですけども、まあ、いずれにしても地域住民の、まあ、はっきり言えば迷惑っていうか、匂い騒音、それと松阪市にとっては水源の上流であります。前回の質問でも申し上げましたけども、例えば予期せぬ大雨、特に時間雨量100ミリを超えるような場合に、それこそ孫川を通じて櫛田川へ、まあ、糞尿とかそういうのは流れる、または、九州でもありました高低液のような伝染病で動かせやんという時に、果たして、想定外で済むか、あるいは想定外やたてで済むかということになってきますんで、これは地域住民の問題でもあるし、また松阪市の水源の上流でもあるということから、松阪市民、松阪市全体の問題として捉えていただきたいなと思っております。それと、まあ、昨年、27年の1月に、まあ、知事に対して、3万人を超える反対署名を周辺、または市民の皆さんにいただき、三重県知事宛に、出したわけなんですけども、それに対して、まあ、前市長は知事とは、松阪市の意向を聞かずして許可はせん、しないということを言われとったとは聞いておりますけれども、今の開発許可権のある三重県はどういうその意向なんかなというのも、分かっておればお聞きしたいなと思うんですけど、いかがですか。では川口、環境生活部長。
三重県におきましても、常に情報共有をしているところでございます。最近では市長の指示を受けまして、昨年の11月5日にですね、三重県庁の農林水産部地産林道課を訪問いたしまして、林地開発許可申請に関する改めて考え方を伺ってまいったところでございます。林地開発許可申請につきましては、森林法におきまして都道府県知事は第一項の許可をしようとするときは関係、市長の意見を聞かなければならないと定めております。これを再確認したところでございます。林地開発許可の基準といたしましては次の4要件、災害の防止、水の確保、水害の防止、環境の保全、これら4要件についてどうなるのか、こういった視点で考えていくことになるとのことでございました。県といたしましては、いろいろな制約がある中で市の事情等も考慮し、市としての意見を待っている段階であるというふうなことをお聞きしてきたところでございます。長崎議員。私も三重県知事に、反対署名を出すときに、一緒に行ったんですけども、その時は農林部長だったか知事には直接は手渡すことはできなかったんですけども、確かにその3万人の思いは重いと思うんですけども、市長、3万人の重みについて、一言お願いします。竹上市長。先ほどの答弁でも申し上げさせていただいてますけれども、住民の合意っていうのはですね、事業をしていただく前提になるというところでは、今ところでございます。地域の住民の皆様方がそういった意向であるというのもですね、理解をしているところでございます。長崎議員。今回環境保全審議会にかかる2つの風車、風力発電と牛舎問題、2つ、質問をしたわけなんですけども、9月議会に、海上議員からもお話がありました。例えばメガソーラーとか、この環境保全審議会にかからない問題も、かからない事案というか、それも、そういうのもあると思います。市長はどういう、あの時に竹上市長は今後検討するということを言われてましたけれども、そういう市民の住環境に影響を及ぼすような場合、環境保全審議会にまだかかる方はよろしいけど、かからない事案の場合に本当にどこへ相談したらいいんやと、そういうふうな問題もこれから出てくると思いますので、そういうことに関しても、先の9月議会の答弁にもありましたけども、ご検討いただきたいなと思います。それと、特に、牛舎問題はまだまだこれから、2回3回何回の環境保全審議会が開かれるか分かりませんけども、前回にも言いましたように、周辺住民にとっては、それこそこの話が決着しなければ、夜も寝られやん、それこそ引っ越しするにも引っ越しできやん、せっかくの水辺あり、緑ありの絶好の住環境の中で突如として湧いた話でございます。
宮宮町の牛舎問題、それと下田小路町の牛舎問題、松坂肉が有名、ブランドやからこそのこういう事案なんかなと思うんですけども、この松坂牛の問題は、この後田中議員もありますけども、私も改めて松坂牛の問題、どこでもそれこそ雲津川から宮川の間やったら、松坂牛や、というふうな定義のこともいろいろまた次の質問もしたいと思うんですけども、確かに、松坂牛が増えて、それこそ松坂市のために、なればいいというのは分かりますけども、あまりにも増えすぎたらブランド力も低下するんじゃないかということも言われます。今回の今回でこれ牛舎問題は私が3回目、大平議員が1回され、海獣議員もされております。本当に地域にとって松坂市にとっても大きな問題でございます。飯南の、風力発電もそうですけども、その牛舎も下田小路の牛舎もそうなんですけども、市民にとって本当にストレスのたまる事案でございます。その地域の人にとっては本当に先ほど言いましたけども、もうこれがおじゃになるまで、安心して、おれやんというような事案でございますんで、市民の意向を十分汲み取っていただいて、市長は意見書を出されるように、再度お願いをいたします。市長が所信でも言われましたけど、 誰のための事業か、公民間にかかわらず誰のための事業かということを、十分、市民のための事業には事業なんですから、民間であってもそれこそ市民が苦しんでは、その事業の対して、個人の利益だけではいかんと思うんで、そこを十分汲み取っていただいて、この2つの案件なり、またこれから出てくる、いろんな住環境についても十分、肝に銘じていただいて、誰のための事業かということを肝に銘じていただいて、私の質問はこれで終わりたいと思うんですけども、市長、最後に誰のための事業が事業について、もうちょっと詳しくですね、私は市民のための事業、住民のための事業、やと思っとるんですけども、誰のための事業というのをもう少し詳しくお願いします。武見市長。私がですね、基本的な考え方として申し上げた、ところは、我々の、いわゆる行政というものに対する、事業のことについて、言わさせていただいた、つもりではございますが、その大元のベースの話はですね、公平で公正なという、この公平公正っていう立場だというふうに私は常々考えております。議員ご指摘のようなですね、民間の事業につきましてはそれぞれに、事業者さんがおのおのの思いがあって、それぞれの立場でされるっていうふうなことでございます。で、それに関して私どもが、いわゆる行政の立場でですね関われるところの部分と
というところと、そうでない部分というのはやっぱりもちろんまあ出てくるだろうというふうに思います。でその際においてもですね、やっぱり公平で公正な対応というのがですね、これが重要なんだというふうに思います。なんていうんですかね、そこで恣意的なふうに取られるようなことであるとか、そういったことがないようなですね、ことは現にしていかなくちゃならないと。先ほども少しそういう風力の話も出ましたけれども、ですから我々私どもの前の議会でもね、まあ、そういうご質問もございました。私どもは事業の説明はしませんよと。制度の説明ならば地域の皆様方にきちんとした形でこういう制度なんやということはしますけれども、事業に関してですね、事業者のお手伝いをするような、まあ、そういった形はしません。もしその地域の方から手伝いをしてほしいというのであれば、それはお手伝いをいたしますよと。そこら辺のですね、ところをきちんと公平公正な立場でやっぱりやっていかないかんというふうに私は思っておりますので、まあ、答えになっているかどうか分かりませんが、まあうん、まあ、そんな形でいきたいと思います。長崎君ありがとうございました。まあ、公、民間は違うと言いながらも、市民あっての事業、市あっての事業でございますんで、本当に先ほども言いましたけども、繰り返しになりますけども、それこそ飯南のにしても、下田久慈周辺のにしても本当に素晴らしい住環境やと思ってます。また実際、棚田あり、水辺あり、森林緑があり、本当に素晴らしい住環境ですね。壊すことのないようにですね、また市民の意向を十分汲み取っていただきながら、市長としての賢明な判断をしていただきますようにお願いをいたしまして、私の関連質問は終わりまして、次田中勉議員から関連質問がございますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。